神様からの伝言。神様がくれたものはたくさんある。まず心、気持ち、命、体、それから考える頭。僕は神様からのプレゼントなんだ。だから自分を大切にする。自分を大切にすると地球へのお土産になるんだよ。どうして人は勝手に生きるのだろう。本当は心の中にいる神様の言う通りにするのがいいのだと思う。勝手にするというのは戦争をするということだ。そういう人は心の中にいる神様の電源がオフになっているんだね。誰の心の中にも神様はいる。電源がオンになっていると、神様はよし、こういうふうに動いていればいいってちゃんとチェックする。そして神様のリモコンで体が動くんだ。神様が僕に言いつけたことはたった一つだけ。自分を大切にしなさい。元気で生きなさい。ということだけ。だから僕は自分を大切にするんだ。命は神様のもの。命を操作しているのは神様。みんなが命を助け合う仕事をしている。だからみんなで命を分け合っていると言える。神様には悩みがある。神様は人間の相談に答えているのに分かってもらえない。心の耳が閉じているから答えても聞いてもらえない。